エアロプラザは大阪府泉佐野市の関西国際空港内にある複合施設。1995年6月24日に関西国際空港内に開業した。第一ターミナルビルや関西空港駅とは連絡通路で結ばれており、第二ターミナルビルへの連絡バスの乗り場に隣接している。ホテル日光関西空港、レストラン、ショップ、コンビニエンスストア、 歯科診療所、レンタカー取扱店、コインロッカー、銀行 ATM、関西空港会議場などが入居している。開業時の中核テナントは、高島屋が運営するエアロプラザ高島屋及びホテル関西空港を9月にホテル日光関西空港に改称。利用者が少なくエアロプラザ高島屋撤退後は、テナントの誘致ができず、空テナントとなっていた。その後、 2012年3月1日から第2ターミナルが開業する2012年10月28日までの間、格安航空会社 P チのチェックイン施設が2階に設置され、搭乗客はチェックインや手荷物検査や保安検査などを行い、1階のバス乗り場から2機等の中機場に向かった。現在の第2ターミナルへの連絡バス乗り場は、この時のバス乗り場を利用している。 その後、ブース席などを備えた、ラウンジ、リフレッシュスクエアが、2015年7月31日に24時間、利用できる無料の休憩所が、2017年3月に、ファーストキャビン、関西空港がオープンした。エアロプラザのオープンと同時に、中核店舗として開店。2階3階の商業ゾーンに位置し、2階は、書籍売り場や雑貨、物産品店。 三階は復職を中心に展開していた。しかし、関西空港駅と第一ターミナルビルの同線街にあることが影響し、開業から一度も黒字転換することなく、経営難により2004年3月31日に閉店した。2016年にピーチアビエーションが同じ関空の敷地内にある建設棟から本社を本ビル三階に移転したが、ほぼ居抜きの形で利用しているため、 エスカレーターなどがそのまま残地されている。ありがとうございます。